あ、ここでさ、リメイク版じゃないときこっち側でさ、いけないんだ。こっち側さ、あれだよね、お化け列車ゴーストとか出てくるとこじゃなかったっけ、こっち側。こっち側ね、リメイク前入れたよね。こっちでマップ切り替えれて、ちょっと強めの敵と戦えたんだよな。無理か。この音楽なんだっけ。今日も一日頑張らねばな。あと話しかけられるよ。安いの揃ってればよ。バレットのテーマ、あ、そうだ、バレットのテーマだ。あのゴールド奏者の付近の荒れた土地だ。懐かしい。あれ、あ、お姉ちゃん。あ、ベティだって。マリンは店でお留守番。あれ、うん、そっか、友達探しを手伝ってほしかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって、うん、本当？本当だよ。あのね、友達の特徴は、うん、手足が長くてスリムでスタイル抜群。手足が好きなのはスリム、ご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。隙間？友達は猫の兄弟だよ。ヒントだらけだ。猫探しか。猫いたね、さっき。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。うん、絶対連れて帰ってきてね。いたよな、さっき。いたいたいた。星の命。さっきのだね。あれ、まあ、猫の鳴き声。猫の鳴き声。猫ちゃん。猫の鳴き声。で、今絶対猫の声がしたよね。探してみない。どこ？君？君ってこと？にゃー。はあ、どうなん？3匹は人が集まるところが好きだよ。くそ、胃もたれする。逃げたんだ。くそ、追えばよかった。いた。あれ、猫の鳴き声しなかった時は近くにいるのかも。ねえ、もう逃げないで、逃げないで。猫ちゃん違う？君らは違う。君ら猫たくさんいるね。すごいね。猫カフェ最後ここに集まるんじゃない、もしかして。覚えとこう。よしよし、覚えた。分担した方が良くないか。なあ。マコロばかり。星の命。ずっと後ろ走ってさ、なんか、なんかお前ずっとなんかさ、この人何でも嫌だからって紹介してさ、後ろついてきてるけど、今日何もしないつもりだろ、ティファ。私は裏で支えてるんでっていう感じ出して、何もしないつもりだけど。あ、なるほど。猫を探していくうちに俺は地理を覚えてきてるぞ。待てよ、それは最初にもらうヒントだったんじゃないか。あの子に何でも話しかけてれば最初のこの猫にたどり着いてたんじゃないのか。俺はもしかして討伐してるんだ。あ、新しい名刺。猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。うん、また猫。あんたたち捕まえてくれない？はい。うん、あ、いた。ねえ、面倒だな。もう諦めよう。諦めよう。え、悔しいな。でもいっか、ちょっと猫捕まえるためにソルジャーになったわけじゃないか。
マジごめんな、ちょっと無理だったわ。え、みんな逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？ああ、みんなおかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。おいお前そんなありがとう。誰が怖いお兄ちゃんだ。ガッハ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 。ね、うまくいったね。今日は世話になったからな、礼だ。パンツ見そう。ありがとう。うわ、ちょっと、ああ、ちょっと戸惑っちゃった。ためらっちゃった。くそ、ためらったせいで。ちょ待って、もう一回チャンスください。ちょっと待ってください。いやーでもちょっとさすがのこの体勢まずいだろお前。この体勢はちょっと褒めてくれよ。見なかったことを。ではちょパンツ見られないようにしない？今度火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場でもいない。お前はティファちょっとこいつパンツ見ようとしてたんじゃないかって怪しんで壁を背にしない。そいつを話せ。わ、なんだお前は。犬いるな。仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れ。え、なんだこの。どういうつもりだ。蹴った。もうやるしかないのね。気狂ってんのかお前。狙う。お前が操作したんだろ。かき回す。頼む。運動化してるな。超受験。超受験。攻めてこ。かかと落とし。遅い。遠かった。やっ。強く。畳みかける。どけ。なんだ、終わったのか。開けねえぜ。あ、見破らないと。どうしよう。くそ、ティファの昇竜拳に夢中になってた。んおい、おい、ダメ。お前、いや、なるほど。やめてくれ。このゲームはこれが増えたのね。死にたくなかったら、まずは見破れと。何があっても世界の果てに消されます。ようやく覚えました。本当に行かせていいのか。今見破れるだろう、お前。本当に大丈夫。お前が蹴ったんだろ。クラウド、わあ、やっぱり変わったね。やだな、なんか。どこが。え、どこがよ。例えば、うん、その目。前はもっと。どこよ。ソルジャーだからな、魔法の目だ。そっか。絶対なんか嫌じゃん。ポイント下がってるじゃん今。店に戻る、それとも何でもやポイント下がっ、もやもやするな。うわ、もなんか一歩下がったじゃん。うわ、引いてる。うわ、引いてる。え、何よ。うわ、へこむんだけど。うわ、マジへこむんだけど。そ、うわ、全然来ない。目そらすじゃん。マジで？うわ。終わった。ティファ終わった。私のカクテルをいかがですか？あらら？ティファ。まだある。私もちょっと俺ちょっとっとねえ、揺さぶるな。ポルトガルにはずっと。うわ、む、そうだ、ないと思ってたのに。この辺りで仕事して金を貯める。この時のバレッツのテーマじゃなかったな。ならもう少し依頼を探してみる。どうしよう。いや、もういいわ。え、くそ、じゃあこんなこと言ってくんなよ。そうするか。
何が？何も聞いてなかったよ。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ、うん、さては買い物じゃないな、うん、あんたが噂の何でも屋だな。お前は若葉ハゲ坊主か、ま、あんたならやれそうだな。タラが廃坑場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。羽トカゲ、あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で、うん、引き受けよう。引き受けようじゃないか。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃坑場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。オッケー。敵？よっしゃ、忘れない。見破ってみせる。終わりだ。終わっちゃう。早い早い。ちょっと待って待って、まだいる。確実に。オッケー。でもさっき見たこいつ。おし、帰ってきたか。ここ、ね、聞いてるぜ。ウェアラットは倒した。倒したよ。だが俺の依頼はバケネズミだ、うん、やる気があるならバケネズミ退治を続けてくれ。はい。ほらそろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ。何でもや。腹立つな。こいつバケネズミだろ、この感じ。来い来い来い、バケネズミ。来い来い来い。見破らせてくれ。調子に乗る。オーケー。大型ネズミアラットの変異体。なるほど。オーケー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 。あとはもうティファ。ティファと楽しもう。オーケー。あー楽しい。バース。なんか使わせよう。かかと落とし。じゃあ火に解放。わーなんか強くなってる。強い。なんで強さ。リミットサマーソルト、いけ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。当然ティファタン、かっこいい。強い。バケネズミを倒してくれたってな。たまんねえな。ありがとうよ、二人さん。バケネズミ騒動で店はすっかり観光通りだった。ティファ強いね、マジで。いいことを思いついたんだ。バケネズミどもを一掃した。ティファにパワーリフトリストでね。お気に入りの店として宣伝すれば。どう思う？いけそうだろう？うん。どうだろう？なんでもや。商売はもちこれが縁ってやつか。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。広がってきたな縁が。好きにしろ。いいね、いいぞ、うん。セブンスヘブンとなんでもや。そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。いいじゃん。あれまたハイポーション3個か。なるほど、こういうことか。こういうことをやっていくのね。マテリアも企業ポイゾナ。うわ、昔の俺なら買わなかった。